三国鼎立の時代、揚州方面の戦局は魏に傾いていた。呉は魏軍の前にたびたび敗れ、魏に降伏する者も相次いだ。呉の孫権は局面を打開すべく、はよ周方による埋伏の毒はどうか。殿は蓮氏殿のことがよっぽど。固く結束してた。私は陸遜殿と行くわ。任せておけ、孫権様。魏軍はそこで。はい。だが行ってまいります。敵は周方の投降で油断している。陸遜の作戦を皆で成功させるぞ。私は奇襲のため進軍します。内城の敵を排し、伏兵の準備をしてください。到着前に奇襲を成功させましょう。生きていれば挽回の気はある。敵襲を討ち取ったわ。とりあえずここは大丈夫だ。あとは奇襲でも手伝ってな。私ももっと先行を立たなければ。
しさなど私には不要。またお会いしましょう。敵将撃ち取ったわ。あと少しで関門に到着します。中にいる周邦が開けてくれる算段です。ごめんなさい。彼らがいたわ。周邦を動かせ。関門前の敵を撃破しましょう。どきなさい。どしやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。危ないところでした。援軍感謝いたします。随分と暴れてくれたものだ。どきなさい。相応の覚悟はできているのだろうな。ああ、ふっ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 、
敵手を打ち取ったわ。今は苦戦せよ。今は引こう。最後に勝利するためにな。負けではない。敵将打ち取ったわ。
皆さん、奮戦していらっしゃいますね。私ももっと先行を立てなければ。違うではないか。修法はどこへ行った。修法殿の投稿は偽り、固い絆で結ばれた子から裏切り者は出ないわ。どきなさい。よくも暴れてくれたな。ここで私の自虐に屈するがいい。どきなさい。負けではない。どきなさい。敵将打ち取ったわ。行かせてもらうわね。どきなさい。張り切っちゃってまあ。こりゃ俺も頑張らないと立場ないね。レンシ、孫賢様。レンシ、怪我はないか。私は大丈夫です。すまぬ。孫賢様、決着がついたとはいえ、総大将たるお方がこのような前線にいらしては困ります。しかし孫賢様のお気持ちはとても嬉しく思います。ですが、孫賢様を心配している方もたくさんいるのですよ。そうだな、お前にも皆にもいらぬ心配をかけた。その、許してくれ。皆にも大切な人がいるでしょ。その人を守るためにも今は勝たなくてもね。